Jesus Christ crucified on that day was a proxy, and here you see its proof and evidence. 当日処刑されたイエスは替え玉でした。その証拠と証明。それに先立って間違いを訂正しておきます。775027についてイエス復活聖書というふうに理解していましたけれども、ユダヤゲマトリアによれば77はキリスト、50は聖書の、そして27は権威を意味します。つまりキリストは聖書でいう権威という意味です。その点を留意の上、続く動画をどうかご覧ください。We have got two alternative choices to understand human history. One of the two is to choose one that, unless we can obtain evidence of aliens' existence, we should understand that the whole history of human beings has been created by human beingsourselves. Another one of the two is to choose one that, unless we can obtain evidence that whole history of human beings has been created by human beings ourselves, the whole history has been created by aliens whom we may call gods.Now is the time of its choice. Which choice of the two would you choose? 人間の歴史についてどう考えるか。二つの選択肢があります。一つは、エイリアンの存在の証拠がないなら、人間の歴史は人間自身によって作られたと考えるべきという選択肢。もう一つは、人間が作ったという証拠がないなら、人間の歴史は私たちが神々と呼ぶエイリアンによって作られたと考えるべきという選択肢。今がその選択の時、あなたはどちらの選択肢を選びますか？広志林、浜松シティ、ジャパン。私たち人間の歴史にはもう一つ別バージョンの歴史がありました。その一例として今皆さんに一応、レオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされる、アンギャリの戦いの絵をご覧いただいています。アンギャリの戦いの絵です。この絵の中には、無数の隠し絵が仕込まれています。無数の隠し絵です。が、この500年間、それに、誰も気がつきませんでした。私、林浩氏が気がつくまで、誰もそれに気がつきませんでした。人間の歴史も同じように考えられないでしょうか。つまり、私たちが知っている人間の歴史には、無数の隠し絵、騙し絵が仕込まれているということです。その隠し絵、騙し絵に気がつくかどうか、言い換えますと、その向こうに別バージョンの人間の歴史を見るかどうかは、ひとえに皆さんの判断力によるものだと私
林博士は考えています。まあ、このように、一応ありきたりな説明がなされています。が、本当にそうでしょうか？今皆さんにご覧いただいているのは、その隠し絵、騙し絵のいくつかです。例えばここに馬のような動物が描かれていますけども、これは馬ではありません。ちょうど中央のところで、向かって右側が人間の世界、向かって左側がラム族、つまりレプタリアンの世界を表しています。そういう絵なんですね。つまり人間とレプタリアンが戦っている絵ということになります。そして私はここに描かれている左側の人物は、1500年後のイエスと判断した右側の人物と一致しているのを発見しました。今皆さんがご覧いただいている右側の人物は、これは今から2000年前のイエスの実像ということになります。つまり、こういう形で私たちの歴史の向こうにはもう一つ別バージョンの歴史が隠されていたということになります。繰り返しになりますが、それを象徴的に表しているのが、このアンニャリの戦いの絵ということになります。そしてこれらの絵は 3D コンピューティングテクノロジーを使って描かれています。データの使い回しをしています。まあ、そういう形で1500年後のイエス、つまり500年前のイエスは私たち人間に強烈なメッセージを残したということになっています。今、データの使い回しをしているという証拠を皆さんにお見せしました。髪の毛は同じです。そして他にもいろいろな隠し絵、騙し絵がこの絵の中に仕込まれています。右上は同じく操り人形芸術家であったミケランジェロが描いたとされるカッシナの戦いです。足の形、表現の仕方が同じなんですね。つまり、これらの絵は私たちが神と呼ぶ一人のエイリアンによって描かれたということになります。つまり、1500年後のイエス、今から500年前のイエスということになります。全体にここに描かれている人物は馬と同じくらい大きいということです。つまり、人間ではないということになります。で、このようなありきたりな説明を皆さんは信じるかどうかという問題になります。で、このアンギャリの戦いの絵をもとに今日は話を進めてみたいと思います。一つの騙し絵、隠し絵としてここに奇妙なものが描かれている点に注意してください。一見すると人間ですけども、その顔は法隆寺に所蔵されている侍像の顔と一致します。どうしてこんなことを今から500年前の、つまり1500年後のイエスが書き得たかということになります。こんな事実は誰も知らなかったはずです。法隆寺の侍像についても、それがエイリアンであると私が見つけ判断しました。もう一度アンギャリの戦いの絵を見てください。これはアンギャリの戦いの絵ではありません。この下の人物に注意してください。この人物に注意してください。この人物を180度回転しますと、このような絵になります。この人物の頭を見てください。頭の周りに円形が描かれています。一見すると血のように見えます。頭から血を流しています。がしかし、これは後輪をかたどったものです。森本聡さんが教えてくださいました。後輪をかたどったものです。そして、この人物の
向かって右側、つまり左側の手には、聖痕、つまり処刑されたイエスの痕跡が残っています。この青い部分に注意してください。そして左手の甲に注意してください。拡大してみました。手の甲には聖痕が残っています。つまりこのような形で1500年後のイエスは、ここに描かれているのは処刑されたイエス、つまり替え玉のイエスであることを示しています。これが1500年後のイエスからのメッセージイコール別バージョンの歴史ということになります。その都度私たちが神々と呼ぶエイリアンは、操り人形、つまり替え玉を立てて人間との接触を図ってきました。処刑されたのは替え玉のイエスということになります。そしてそのイエスは様々な形で表現されています。ミケランジェロも操り人形画家であったと私、林浩司は判断しています。で、そのミケランジェロが彫刻したとされるピエタ像を見ていただきたいと思います。このイエスも操り人形、つまり替え玉であったわけです。そして処刑されました。そして聖外婦も、これも1500年後のイエス、つまり当時のダヴィンチの作と私、林浩司は判断しています。並べてみますと、長い鼻にその特徴といいますか、共通点が見られます。そして口の横の口ひげですね。そして顎には小さなひげがあります。そして髪の毛は左右に分かれ、縮れています。で、これはベロッキオとダヴィンチが描いたとされているイエスの洗礼の絵です。ここにもやはりイエスが描かれています。このイエスも私、林浩司は替え玉イエスと判断しました。やはり同じように表現されています。ただ顔の長さが違うかなという印象は持っていますが、あと細かいところを見ていきますと、違いがないという点で私は同一人物、すなわち替え玉イエスと判断しました。この替え玉イエスが本物のイエス、つまり2000年前のイエスの代わりに処刑されてしまったということになります。目がやや垂れ目になっている点にも注意してください。つまり、替え玉イエスはこのように共通性を持って描かれたり作られたりしたということです。パペットアーティスト、つまり操り人形芸術家たちの話をしておきます。これがリオナルド・ダ・ヴィンチの自画像と言われているものです。ミケランジェロの自画像と言われているものです。そしてこれがアンドレア・ベロッキオの自画像と言われているものです。これらは皆操り人形芸術家でした。1500年後のイエスのもとで人間との接触点として働いた操り人形芸術家ということになります。今ご覧いただいているのは今から2000年前のイエスの実像です。そしてその右が、それから1500年後の、つまり1500年後のイエス、現在から見れば500年前のイエスの実像ということになります。ここが今日の一つのポイントということになりますから、2000年前のイエスと、そして今から500年前のイエスの実像を比較してみます。左が今から2000年前のイエス、そして右が今から500年前のイエスということになります。この両者は違いがないという点で同じエイリアンイコール神と私、林浩司は判断しています。注意深くご覧ください。飛び出た頬骨、耳の下の小さなコブ、二つに割れた鼻の先、二つに割れた顎、歯並びの悪い歯、広い口、
小さな小鼻などにその特徴が見られます。皆さん自身の目で判断してください。特に目の付け根にありますイボのようなものまで一致しています。同じということですね。で、さらに検証してみます。左はレオナルド・ダ・ヴィンチの描いた絵と言われています。右は一応セント・ジェロームということになっています。耳というのは大変個人差の大きい部位です。その耳の形も一致しています。耳たぶも小さいですね。まあそういったところもイエスの特徴ということになります。耳の下のこぶ、出た頬骨などにも注意してください。鼻の小鼻も小さい。それもイエスの特徴ということになります。が、それだけではありません。この両者の目の中には、トカゲなどの動物に見られる特有の瞬膜と呼ばれている膜まで描かれています。目を保護するために瞬間に動くから瞬膜と呼ばれています。その膜が表現されています。問題は、こうした事実に誰も気がつかなかったということです。私、林博士が気がつくまで500年間誰も気がつかなかったということです。つまり言い換えますと、私たちはもっと歴史に謙虚になるべきだということではないでしょうか。つまり、私たちの知らないことの方が実は多いということです。言い換えますと、私たちが知っている人間の歴史というのは、ほんの一部でしかないということです。その向こうには、もっと巨大で大きな謎といいますか、歴史の謎が秘められているということです。そうした例として、こうした絵を見ていただきたいと思います。ただ単に、興味本位に比較して、ああ、不思議だ、謎だ、というのでは、私たちは前に進めません。進めないどころか、謎の迷路の中で、右往左往することになります。今、皆さんに瞬膜を見ていただいています。上のセント・ジェロームの目の中には、その瞬膜が描かれ、その境目のこの粒々の点まで描かれています。つまり、これらは、手で描いた絵ではなくて、写真から起こした絵だということになります。今、そのセント・ジェロームの目を見ていただいています。瞬膜の境には粒々が見られますね。瞬膜というのは瞬間に動くから瞬膜というのです。目にも止まらない速さで動くから瞬膜と言います。それがこのような形で描かれているという点にも注意してください。で、ベロッキオ、ダ・ヴィンチ、ミケランジェロ。これらの芸術家は人間との接触点でうごめいた、言うなればパペットアーティスト、つまり操り人形芸術家であったわけです。となると、この替え玉イエスは人間であったのか、そうでなかったかということが問題になると思います。まあそれについても、ここでしっかりと結論を出しておきたいと思います。替え玉イエスは少なくとも人間ではありませんでした。順に検証してみます。まず一番下左のアンギャリの戦いの中に描かれている替え玉イエスです。この目に注意してください。少し見にくいと言いますか、判別が難しいかもしれませんけども、目が縦線一本になっているのがわかります。同じような絵をダ・ヴィンチなる画家が解剖図の中で描いています。縦線一本だけです。見にくいかもしれませんが、言い換えますと、見にくいがゆえに今まで誰にも発見されなかったということになります。そして右がミケランジェロが描いたとされるシスティーナ礼拝堂の天井画です。
この中にも奇妙な人物が描かれています。目に注意してください。縦線一本であるところに注意してください。このような形で、1500年後のイエスは、これらの人々が人間ではなかったということを示しています。つまり、縦線一本は象徴的にそれを表しているということになります。暗闇の戦いの中に描かれているイエスも、その中の一人ということになるのではないでしょうか。次に、ミケランジェロなる芸術家が彫ったとされるピエタ像です。中央のイエス像に注意してください。処刑後のイエスという形になっています。このイエスの向かって左側、つまりイエスの右腕を見てください。この右腕に注意してください。この右腕には人間にはないコブがボコボコと描かれています。これも誰も気がつかなかったんですよ。私、林博士が気がつくまで誰も気がつかなかったんですよ。つまり、このボコボコした手がですね、この中央のイエスが人間でなかったことを示しています。右がレオナルド・ダ・ヴィンチが描いたとされる解剖図ということになっていますけども、その描き方、コンセプト、表現の仕方は一致しています。注意深くご覧ください。そして右もミケランジェロなる画家が描いたと言われているカッシナの戦いの絵です。向かって一番左の下、足の皮をベロッと剥いで、そして頭に花冠をつけている男性に注意してください。その男性の腕を今皆さんに一番右にご覧いただいています。反転して比べてみますと、その腕はペーター像に彫り込まれているイエスの腕と、そしてダヴィンチなる芸術家が描いたとされる解剖図の中の人物の腕と一致します。つまりこれら三者は皆一人の人物、1500年後のイエスを表現したものと私、林博士は判断しています。そしてもう一人、下の段の向かって右側のイエスです。替え玉イエスです。ベロッキオとダヴィンチが描いたとされるイエスの洗礼の絵をもう一度見てください。このイエスの洗礼の絵の中の向かって右側、イエスの左腕に注意してください。何やら奇妙なものがぶら下がっているような感じがします。がしかし、これは布ではありません。皮膚の一部です。皮膚の一部がめくれているのです。注意深くご覧ください。が、これだけを見たのでは、皆さんも判断しかねると思います。岩窟の聖母の中に同じものが描かれています。このマリアの向かって左側、右手に注意してください。マリアの右手の人差し指のその先は、イエスの皮膚の下に潜り込んでいます。つまり、このような形で、イエスは少なくとも人間ではなかったということを示しています。皮膚の下にマリアの手が潜り込んでいます。神秘の下に潜り込んでいます。まあ、このような形で、まあ、皮膚が描かれているということですね。で、対比してみますと、左のイエスの腕に巻かれているのは、これは布ではなくて皮膚であるということがわかります。すなわち、イエスは少なくとも人間ではなかったということになります。で、結論ということになります。この動画の中では、替え玉イエスの正体について考えてみました。その正体は、少なくとも、処刑された替え玉イエスは人間ではなかったということになります。が、今日この動画を通して、皆さんにお伝えしたいことは、そのことではありません。私が皆さんにお伝えしたいことは、この世界にはあまりにも私たちの知らないことが多いということです。特に神々の世界については知らないことが多いということです。この替え玉イエスの問題もその中の一つということになります。ほんの一つということになります。言い換えると、私たちが知っている歴史のその向こうにはもっと巨大な別バージョンの歴史が
あるということです。それを皆さんに分かっていただきたく、この動画を編集してみました。つまり、人間が作ったという証拠がないならば、その歴史は私たちが神々と呼ぶエイリアンによって作られたということになるのではないでしょうか。人間が作った、人間が作ったと頑張るから、私たちはミステリーの袋小路に入ってしまうのです。そして、その謎の迷路の中で、右往左往するだけということになってしまうのです。